体重どうですか、昨日の夜が 26.3。 え、そんなにありました、うん、昨日の夜 26.3、 で、うんこも50個以上今してます。朝はちょっと、それでも25ありますね。はい、あります、25。あとうちで測ったら 25.3 だったので。あ、そうですか。うん、おはようございます。そうね。うん。アイリンクはだいぶ赤みが出てますもんね。うん、開口呼吸も本当にほとんどしなくなってないですか。素晴らしいな。ごめんね。まあ朝はね、そんなにご飯入ってないよね、うん、これからですね、うん、まあ今はまだほとんど入ってない。多分夜になるとこれがパンパンになってると思うんですけどね。結構食べてますね、夕方で。はい、それからそれで餌も先生 4g 食べてますね。 4g だ、うん、はい、こんな感じで。29から31くらいあったんだ。去年は32あってました。本当、うん、まあ、30は子さんでもいいんだけど、もうちょっと増えてもいいんですね、うん、はい、わかりました。それじゃあ開口呼吸もしないんだったら、うん、診察だけにしますね、はい、そんでお薬出します、はい、でお薬はちょっと飲ませてください、はい、で、ね、顔が入ってきてるんで、やっぱ体力これから使おうかなと思って、うん、だからまあ心臓の方の影響が結構あるんだよね、うんうん、そうですね、それでちょっとそれが心配かなって。だからね、あの、うん、温度差のストレスに対して弱いと思います。普通の子に比べれば、うん、ずっとあの保温箱で生活してますしてますで、まあ昼間はいいですよ、はい、あ、大きな顔で夜から朝にかけてはもう絶対、うん、あの保育器の中でね、はい、生活していただいた方がいいと思います。ん、この子ってさ、もうお薬ってさ、はい、終わってる。終わってます。終わってますよね。終わってます。終わっても全然こんなすごい元気あるんで。でもまあ、飲んどいた方がいいような気はするんですが、どうしましょう。なしでいきますか。なしでいきます、先生。とりあえず様子見て。じゃあ、お水に入れる薬だけね。はい。はい、了解です。わかりました。うん、じゃあ、いいですよ。うん、じゃあまあ、あの温度管理をね、はい、気をつけてよく見てやってください。はい、じゃあ、 お水に入れるビタミン剤ね、ご用意しますね。また何かあったら駆けつけて。そうですね、その時はすぐ行ってくださいね、はい、もう心臓っていうの怖いですよね。怖いですよね、うん、で何かあったらね、すぐ温めてそれで、はい。